はい、どうも新年明けましておめでとうございます。 TV です。おめでとうございます。おめでとうございます。です。おめでとうございます。明けましておめでとうございます。クイズはよう。もうちょっと待ってください。もうちょっと待って、新年の挨拶だけですね。福袋売り切れてます。いや、売り切れないですよ。どんどん作れていってますから。お客さん来るたんびに福袋作れって言ってますからね。クイズのメールって答えだけでいいんですか。いや、答えとニックネーム。ニックネームもこうハンドルネームみたいなのがあって、自分がムーブメントを作りたければ作ってください。絶対その名前結構売れますんで。あくまでもこの放送ないだけですけどね。例えばハマロドとかね、サトピョンとか庭の人とか売れていきますんで、はいね。あ、明けましておめでとうございます。今年はクイズ当てたい。ぜひ当ててください。来た。そうですね、大好きです。 YouTube 見てます。ありがとうございます。明けおめです。初日の出拝めなかった人は拝んでください。初代王者ハマロド、ハマロドいましたね、そういえばね、はい。でも宮添選手が一番大好きです。ちょっと意味が分かんないですけどね。2代目佐藤、今年もよろしくです。明けおめです。かしこみかしこみカモンビッグランドみたいなね、はい、明けましておめでとうございます。初日の出、どうも初日の出ですね。 TV 箱根駅で見ましたけど、見たけどもうちょっと飽きましたね。もうほんと強いですよね。もう話になりません。はい、青山学院大学圧勝ですよね。でもタイム的にはだいぶ今年落ちてたみたいですけどね。10分ぐらい落ちましたけどね。はいはい、見ました。先着でもらえる福袋いいね。はい、福袋先着です。ただもう福袋のあのカード、オリジナルカードはフェニックスカードですけどね、これはもう売り切れたみたいですけどね。まだカードない分だったらいいんですけどね。カードがないって分かったらもう全然売れ行き止まりましたけどね、はい。ボード福袋買いました。ありがとうございます。高木プロ稼ぎまくってる。稼いでると思いますよ。バレルが出たらもっと稼げると思いますけど、はい。ノブさんを捨てた TV。 いや、ノブさん、あ、山本選手ね。いや、捨てたわけじゃないですよ。捨てたわけじゃないです。捨てたわけじゃないですけど、あの条件が合わなかったです。すいません、申し訳ないです。はいはい、条件が合わなかったです。ノブさんと大城優太がプレイヤーページから消えたのは何でですか。あの2人と契約は、交わしてないです。はい。で、山本信弘選手はあの要するに契約の方がちょっと合わなかったのと、大城優太選手はちょっと試合数もちょっと前線とかは当然無理だろうし、あ、前線って言っても主要なサーキットもちょっと 200PT200 ポイント以上もうどうなるか分かんないみたいな話だったんで、はい、捨ててませんよ。捨ててません、全然捨ててませんので。ただ僕これ皆さん、あの僕はあのトリニダードに固執する必要もないと思うんですよ。コンドルに固執する必要もないと思うし、あの選手はこうなんていうんですかね、プロ野球でもそうですけど、こう移籍して気分一新でこう気持ち新たに臨むのもいいと思うんですよね。やはりちょっとトリニダードっていうフィールドでちょっとくすぶってたりとか調子あんまり落としてるような選手は、うーん、他メーカーに行ったりだとか考え方変えてですね、すると気分もリフレッシュして。プロ野球でもそうじゃないですか。新天地に行った選手が活躍するのもありますし、それはもう僕はもう全然いいと思うんです。
はい、ということで捨ててませんね。はい、TV がバレロ2でカウントアップ引っかかったからしたら、いやそんなことはないです、そんなことはないです。この前サトピョン生で見たよ、超低姿勢だった。あ、サトピョン名前売れますよね、これ。サトピョンいつか来てもらいますけど、よろしくお願いします。サトピョンちょっとお願いします。飯ぐらいはご馳走しますんで、はい、バス代だけでいいならその100円で来てください。往復200円で、はい、混雑して入る。あ、そうなんですね。オスカー好きです。ありがとうございます。相変わらず根強い小池沙織派よ。小池沙織ですね。バレルどうなるの、廃盤やめて。廃盤一応在庫があるので、それがなくなるまでは考えますね。やっぱり要望が多いようだったら少量だけどこう追加していくつもりです。はい、なんで朝倉がテスターなんだ、あプレイヤーなんだ、テスターでいい。いや朝倉選手いい選手ですだと思いますけど、ゲストは今日はゲストはこう申し訳ございません。ノブさんと大城は J に行って環境を変える。いや J に行っても全然いいんですけど、はい、J にね、J にも行ってほしい。まあでもね、それだったらトリニダードのまま J に行ってほしかったですけどね。はいはい、残念です。はい、非常に残念。サオリハヨ、サオリしつこい、クイズハヨ。けどあまり移籍する選手好きじゃない。いや好きじゃないことはないんですよ。ただちょっと語弊がありますけど、こうバレルが出るじゃないですか。出てすぐその後に移籍するようなことで一回ちょっとクエスチョンマークとして問題提起はしたことあります。はい、バレルを出して2ヶ月後にもう他メーカーに行ったとか、なんかそれはちょっとないんじゃないのかなと思いましたけどね。はい、だってやっぱりそのバレルを買った楽しみにしてたプレイヤーもいて、お客さんもいて、そのバレル買いました、なのに移籍してまた移籍したメーカーから新しいバレルが出るっていうのはどうなのと思いましたけどね。やはりそこはやっぱ半年とか意思確認を今後もちょっと続けていこうかなと思ってますけどね。うちはもうとにかく意思確認ちょっとちゃんとしようねっていう話はしてます。バレル作る、その例えば年度後半7月以降のに作る選手に関してはもうそこで条件提示して、ちょっとバレル作ってすぐに移籍っていうのは困るから、はい、だからちょっとそこはちょっとやっぱちょっとそこに意識確認しないとお客さんにも人にも失礼になるので、上半期下半期にバレルを新たに出すプレイヤーに対してはちょっと早めの契約更改とかはやらないといけないのかなと。そうしないと選手も印象悪くなると思うんですよね。年度後半にもうバレル作ったらいいけどすぐまた別のメーカーからバレルが出るっていうのは避けたいので、そこはちょっと契約を早めるとか巻き直すとか、今後そういうことはやろうと思ってます。はい、高木プロめちゃくちゃイベント回ってる。あ、高木プロ、まあまあその呼ばれるうちが花なのよっていうことでね、やっぱり本当稼げるとき稼げ出た方がいいと思います。ただそれで調子が悪くなるのはどうなんだろうと思いますけどね。はい、サーバー混んでる、よく止まるってよ。ちょっとそうなんです、メーカーも販売店もバレロの印税は払ってます。皆さん、トリニダードプレイヤーって多分日本で唯一のメーカーだと思いますけど、バレルの作った本数前払いなんですよ。それはもう多分プレイヤーの皆さん知ってると思いますけど、作った本数バレルが来た瞬間に全額お支払いします。はい、選手もね活動費もあるでしょうし、早くねお金ももらいたいでしょうか。売れたらやっぱり売れるのって、今バレル売れるの結構時間かかるんですよね。山田選手とか浅田選手みたいにもう次から次に作るっていうタイプでプレイヤーじゃない、活躍じゃないので、やっぱこう時間かかるので先払いします、うちは。はいはい、そうなんですよね。
早いこと校長先生年明けの挨拶の人が、校長先生、校長先生います、あ、いたいた、あ、おめでとうございます、どうも、このぐらいでさらっとですね。プロトタイプ全く止まってない、止まってないですよね、全然止まらんけど、は、環境かもしれない、はい、あ、これは新トリニダードプレイヤー、いや、この新トリニダードプレイヤー、これテスターですね、はい、彼はテスターに昇格ですね。森田選手と上原選手は、トリニダードプレイヤー、森田選手は、ランキング11位と、まあまあ大体15位以内に入っているというのと、上原選手はランキングは37位ぐらいだったんですけど、まあチャレンジトーナメントでの優勝したのと、そのダーツの投げっぷりが良かったので、はい、トリニダードプレイヤーとして昇格しました。バレルの制作はですね、売れるか売れないかっていうのはこれ重要なところなので、もう少しちょっと考えていきたいと思います。とにかく音が聞こえ、音聞こえ、大丈夫ですよね、はい、上原には甘いな、ちょっと上原には甘いですか、甘いですか、いやでも上原選手投げっぷり良かったですよ、後半戦は結構良かったと思います。上原まだシャドウ使ってます。山田の印税すごそう、山田選手はすごいと思います、はい、すごいと思います。印税もそうですし契約金もあるので、そういうのをするとかなり、はい、でトリニダード選手って皆さんご存知ないと思いますけど、まずプレイヤーの契約料、それとバレルの印税、それとパーフェクトの試合に関して、ベスト8以内、あ、ベスト4以内で、お金が発生しますんで、はい、もう浅田選手とかもうすごい金額、多分すごい金額多分持っていったと思いますけどね。プレイヤーとテスターの、まあ、プレイヤーってランキング大体15位以内を目安に考えてるんですよね、はい、テスターというのはやっぱりそれ以下でこれから伸びてきそうだとか、まだちょっと実力的にまだ伴ってないとか、まあそれとかですね。最近はもうトリニダードとコンドルセットで、っていう契約にしてますけどね、はい、一般会員ですが見れないんですか、どうなんでしょう、契約金は一般的なサラリーマンよりはるか上ですか、いやいや契約金はそんなに多くないです、はい、活躍に応じて支払うようになってますんで、活躍すればするほど稼げるようになってます、はい、例えば優勝賞金、優勝したらまあその優勝賞金のまあまあ約まあまあその何ていうんですか、優勝したらいくら、準優勝パーフェクトで、準優勝、まあパーフェクトでもジャパンでも準優勝したらいくら、3位だといくら、大体3位までですね、はい、はい、条件的なの、高橋亮君はプラス出来高、そうですそうです、プラス出来高、不祥事を起こしたら違約金発生します、違約金は発生はするようには歌ってませんけど、即解約します、はい、即解約させてもらいます、はい、でもやっぱり即解約するとね、やっぱりいろんな面で本人もダメージも大きいでしょうし、違約金っていうのはないですね、はい、ということで、この辺で、さあ今日はですね、今日すいません、僕ブログで書き間違えてました、今日は福袋なんですね、福袋結構いいんですよね、これね、こんな感じのシャッフルのプロットを、プロットに、ボクシンググローブ、これなんかつけて、カイロがついて、カイロいらんっていう人いると思いますけど、あと、これ、コンドルティップのボツになったんですけど、空色カラーですね、空色って言ったらおかしいですか、水色ですかね。はい、それとこのマルチダーツマルチペンチ、
こんな感じ。これ昔作ったやつなんですけど、もう完売したんですけど、また作るかどうか今ちょっと考えてます。これはもう限定色なんで、これありません。今市場には出回ってません。これシャッフル。シャッフルのプロト、短いですよね。短くて重心がもっと前ね。ティップ水色、スカイブルーでいいですかね。空色ってダメですね。空色ってちょっと古いですね。僕なんかこれはなんかこれでなんか作ろうって言っててサンプルで送ってきたんですけど、ボクシングローブなんですけど、まあ、これでダーツ系で作ろうと。あ、落ちた、壊れた、折れちゃった。グローブ笑った。そうなんですね。なんか作ろうとしたんですけど結局これボツなんです。ということでクイズいきますか。じゃあ最初クイズはバークレーのプロト、このセンターにダブルリングがない分ですね。センターにダブルリングがない分、これも1本しかないです。このプロトとシャッフルのプロト、どっちからいきますか。バークレーどっちがいいですか。どっちもいいですね。じゃあバークレーからいきましょうか。バークレーからいきます。バークレー、世界に1本しかないバークレーのプロト。それではクイズの答えでプレゼントをゲット、回答はメールのみの受付です。件名は空欄、本文にクイズの答えとニックネーム、件名ニックネームを記入しないでください。同じアドレスからの複数送信は無効とさせていただきます。じゃあいきますよ。バークレーね、バークレー、バークレーということで、1問目のクイズはそれ、そしたら、あ、僕ね、クイズこれ誰か分かんないですけど、誰かって言ったらもうクイズ分かりましたね。クイズ、今年の一発目のクイズは、この人は誰。もう完全にクイズ番組化してますけどね、 TVTV。 この人は誰。いやー、これはかなり、あ、この感じは何でしょう。もう来た？まだ来てない。苦手なのが来た。分からん。いや、俺も分からんです、これは。でも男じゃないですよね。男？分からんね、これ言ったらいかんね。なんかそんな感じがする。この人は誰？細っ。当たった。これ混むよね。一番最初に当たった人ですよ。もう一番最初。これはさすがに分からん。まだ来てませんよ、安心してください。みたいな。まだ来てない。じゃあちょっと動かします。もう分からん、俺は分かんない。これ何のクイズか、誰が書いて、何のクイズか、この人は誰。手首の感、まだこう誰。ちなみに秘密、次当たった、まだ来てない。いやー、これ難しいな。これ当て切ったら相当怖いよね。でもさ、前回ほら、あの滝山選手やったっけ、あの子は早かったよね、当たったの。あの子多分当たってた人は相当もう大ファンか、もうストーカーに近いぐらいのファンやったかもしれんね。はい、次いきます。
もうこれ男やないね。この手首から言うと相当スタイルがいい。いやいや、このさ、まつげ見てさ、まつげ見て、そのヤンマーさんとかイッシーかなとか、あ、そうね、フライトはそうですね。椿はあれ気に、なんか椿、さっき椿急に来ない。結構来た？もうちょい行こうか。もうちょっと、あ、もうこれ分かったわ。これ分かった、これ分かったでしょ。西哲平じゃないことは間違いない。ニコ生バリオもなんだ。あ、そっちかみたいな。え、まだこん？じゃあもう一回行く？もう一個。もう一個行く？もうちょい。じゃあ。もう、ここは、わかった。完璧。難しすぎる。いや、でも ここまで当たってないですよ。当たった？もう来たよね。え？あ、一回しか送れんけんね。あ、え、球なくなった。あ、みんなもう打ったけん。あ、正解。バークレーが当たった福袋。はい、正解。正解は新妻志桜選手。あの、仙台の美人プレイヤーですよね。はい。誰だよ。新妻ね。新妻。誰だよって、誰だよって。新妻選手です、新妻選手。はい。ごめんなさいね、勝手に。チョイスさせてもらいましたけど、すいません、あのハイボールをいただけるでしょうか。はい、ということで、もうほら大体さ、でも TBTV のこう傾向と選択を勉強したら分かると思う。正解者、あ、せめてサルバド、あ、すげえサルバドル・サンチェスやん。いや、お前知っとうてや。すげえ。サルバドル・サンチェスさんや。俺なんか、サルバドル・サンチェスさんって、前ブログに書き込みしてきた人ですよね。知ってます、サルバドル・サンチェスですよ。ウィルフレッド・ゴメス。山田を8ラウンド KO。8ラウンドやったよな、あれ。激闘の末。8ラウンド。え、ゴメスがサンチェスに負けるのみたいな。はい、年明け一発目、おめでとうございます。いや、おめでとうございます。サルバドル・サンチェスさん、頑張ってくださいね。なんか今日は鉄砲打ち尽くした後に、あ、3番目サトピョン。あ、サトピョン貯めたね。貯めた、さすがサトピョン。やっぱなかなか落ち着きがあるね。ということで、サルバドル・サンチェスさん、西ってなんで雪姫になったの？あ、ここ拾ったらダメなとこ。西は雪姫になったんじゃないんです。迷子になったんです。道に迷ってですね。はい。そのまま帰ってこれなかったんです。はい。待ちきれなかったよね。で、これ結構ね、貯めていいかもしれないですよ。結構慌てふためいてね。もうバタバタしますけどね。やっぱこの類の問題はね、結構そんな感じで当たんないですよ。はい。ああ、そうですよね。はい。
あれ、これ。これあれよね。オーシャンラッキー？あら、なんか味がなんかちょっと熟成されてハーパーみたいな味になってる。なんでかいなの。このレベルなら一緒。正解できるようにちょっとやってくださいよ。すいませんが、くぐるのが間に合わなかった。そうなんですよね。まあまあ今年もね、難しい問題、簡単な問題、運ゲー、いろんなことやりますので。TV さん、ハイボールとビールしか飲まない。いやいや、日本酒とか飲みますけど、もう日本酒ワインはもうすぐ酔っ払いますね。日本酒ワイン、あと、なんか最近焼酎もなんかすぐ酔っ払うようになりましたね。やっぱりもうウイスキーはもうずっと飲んでますから、はい。あ、血のマスミの手に見えた。そうね。せめて鳥にプレイヤーじゃないと。いや、でももう鳥にプレイヤー出し尽くしじゃないですか。ねえ。またちょっと鳥にプレイヤーも出しますよ。もうポイントポイントで。はい。コーナー織り交ぜて。そうそうそう。書くより僕は飲みやすいですけどね。はい。あ、いや、血糖値は、ウイスキーは結構大丈夫です、血糖値。はい。ビールの方が、本当重いですね。重いですね。なんで重いんやろ。なんかちょっと対応してよ。ちょっとなんか多分機材が古いとかなんかあると思うよ。それか重い人のパソコンがもう Windows95 とか、はい、そうなんですよね。さあどうですか皆さん、今年のダーツの目標を。皆さん今日ダメだ、見れないです。全くスムーズに放送な、まあ、なんなんでしょうね。多分なんかあるんでしょうね。95使ってたね。97 B フラになる。 B フラですね。自分は今年本当マジで20行きたいんですけどね。今のところ10、なんか昔22ぐらいの時はそう、ヤンマーとかが20、ヤンマーと同じぐらいだったんですね。ヤンマーも22で、山21とか20ぐらいで、山田裕貴が。TV さん仕事のパソコンは何なんだろうね。あれ多分韓国製のやつだと思う。何だっけ、あれサムスン、まあ、ニコ生自体が、あ、ニコ生のなんか年明けから調子悪いそうです。うちの責任じゃないみたいですよ。うちこの間最新式に変えたばっかりなんで。楽しくダーツできたら、そうですよね、楽しく。フォロースルーをきれいにする。そう、それ俺。1200点出したいです。1200点ですね。1200点、俺昔よく出してたんですけどね。ちょこちょこ出してたんですけどね。ちょこちょこっていうか、月に1回ぐらい。あ、月に1回。まあ、投げてた頃は月に1回ぐらい出してましたね。グリップ決まってないです。ライズアップもハイボールは OK。あ、ライズアップハイボール OK なんですね。TV さんイコールシュガーレー。最近 TV が冷たいですか。カルロス最高、ありがとうございます。スマッシュしたいですよね。したくないです俺、もう絶対スマッシュ。どうやったら、多分フォロースルーがちゃんとできる人にとってはどうやったらあのスマッシュができるんだろうと思ってると思うんですよね、多分。はい、冷たいですね。年末ね、シンガポールに旅行行ってきて、たくさんダーツしてきました。向こうはダーツ盛んでした。シンガポール盛り上がってますよね。アジア系盛り上がってますよね。日本も盛り上がってるんですよ。ただ、その、やっぱりほら、ネットカフェが今主流になってきてるじゃないですか。だから、昔からダーツしてる人にとってはなんか、ちょっと、違和感があるのかな。やっぱ、こう、ダーツバーが、減る傾向になってきてるんでね、ダーツ人口自体は増えてるんですよ、総数はね。はい、キツネからトリグリップにしよう。トリグリップ A っていうなんかありましたね。なんだろう、トリグリップって。なんだっけ、あれ入れ歯かなんかじゃなかったっけ。ポリグリップか、あれ鳥ね、鳥。福袋買ったありがとうございます。ひさこちゃんが懐いてくれますように。ひさこちゃんですね。ひさこちゃん愛想いいですよ。
なんかあーとかしますからね。人見たら口開けますからね、あーとか。たまにこう口開けてあーとかしますからね。なんでしょうね、あれね。年末初めてダーツバーで投げてきた。あ、楽しかったでしょ。結構楽しかったですよね。なんていうんですかね、こうなんかネットカフェダーツは本当にもう練習に一生懸命になって、他にどっちかって言ったら、ダーツを修行投げに行くところみたいな感じのネットカフェの人たち多いですけど、たまにこうダーツバーとか行ってですね、こう女性女の子のアルバイターとか男のちょっとイケメンダーツインストラクターみたいなのとこう会話して盛り上がるのもいいと思いますけどね。まあそれダーツバーに行けば誰かしら友達できますんで、はい、大丈夫です。いれば安定ですね。ポリグリップ、すいません、トリグリップねごめんなさい。今年はオスカー2です。オスカー2いいですよね。オスカー2おすすめします。僕もオスカー2悩んだんですよね。オスカー2もうここすぐ分からんけんダメだね。これだ、これメグや。これ探すのに時間かかるけんダメだね。なんでオスカー2がないの。こっちない。オスカー2、オスカー2いいですよね。あれ、なんでオスカー2ないの。あれ、オスカー2ない。すいません、どうも。久子がもうその話はやめてください。対戦を促してくれて人見知りの僕にも。そうなんですよ、ダーツも楽しいですから。たまにはね、それでね、ダーツバーにどっぷりはまるとやっぱそのドリンクもかかるし、ゲーム代もネカフェみたいに安くないんで。あ、来ました、バレロ2ですね。あ、バーゴ、オスカー2、これいいですよね。タイプ1にこれ岩永美穂が後ろ持ちになって、後ろ伸ばしたんですけどね、はい。今年はハマロードテスターになるかな。どうなんでしょうね。テスターはでもやっぱテスターでもやっぱテスターはレーティング20以上は欲しいですね。性格がいい20、もしくは愛想が良くて性格がいい20、もしくは実力のある21以上みたいな。今年はハウトをいっぱい出たいです。ああ、出てください。TV にお願い、ダブルリングのバレルを手厚く作っていただきたい。ダブルリング結構、オリエッティモデル楽しみですね。オリエッティモデルもう3本目。どうなるんでしょう。3000くじでオスカー2、3000くじね。今年はですね、イベントもトリニダード、コンドル、バンバン行きますので。はい。ぜひトーナメント会場ではよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。21なんてテスターに応募したい。そうなんですよね。性格も見る。やっぱりね、性格は普通以上は欲しいですね。やっぱり、やばい。ちょっとイメージ悪くなったりするのも痛いので、多少このでもやっぱりハートも良くないと僕は強くならない、伸びないと思ってますんで、はい、プレー性格っていうかプレースタイルは見ますね、トリニダードプレイヤーは。はい、本当にプレースタイル、僕の中であるんですよ、プレースタイルっていうのがあって、そこはちょっと見ますけど、ただテスターの中にはちょっと推薦とかでちょっとプレースタイルどうなのっていう人がテスターになったりも してる時はありますけど、はい、ハゲでもテスターになれますかね。いや、テスターで面接はしません、はい、ハゲでもテスター、これ2回読んだね俺ね。テスターになれますよ当然、はい、ゴンザレス2の発売日いつになるんですかね。多分2月ぐらいじゃないですかね。もうバレルは上がってきますんで、はい、レーザー使ってるんで本当楽しみです。レーザーいいっすよね。レーザー使ってて
バレルはね、レーザーにも似てます。オリエッティモデルがスムーズにいくのであれば、3本目のプロトで、素直にいけばレーザーと、少しですね、少しなんかレーザーとシャッフルがこう混ざったような雰囲気ですね。はい、A フラくらいから育てる育成枠もあっていいんじゃない。そうですね、ぶっちゃけ言ったらですね、前はそういう制度も作ってたんですけど、育成枠みたいな。ただ A フラって今多すぎるんですよね。女子だとね、 A フラからのすることもあるんですけど、男子の A フラって多すぎて、もう20ぐらいの選手がゴロッゴロいますんで、いやそこはですね、やっぱトリニダードって一つちょっと、まあまあ椿ちゃんの話をするのもちょっと辛い部分であるんですけど、やっぱトリニダードって看板背負う以上は、やっぱこう平場でもそうやすやすと負けてほしくないですよね。はい、やっぱ平場、例えばどこどそこのダーツバーに行きました、トリニダードフィールドテストの誰それですってやっぱやるじゃないですか。そのいいダーツをして負けるんなら、あ、さすまあまあ選手だからねって、こういうこともあるよねってなりますけど、その B フラとかですね、 A フラぐらいの人にコロコロスト負けとかされても困るんですね、やっぱり。はい、道場破りとかされてもう無残にやられて、えみたいな、相手が気使ってしまったみたいなね、それじゃ困るんですよね。だけどそこはね、多少あるんですよ。はい、もう A フラはたくさんいます。 A フラはたくさんいます。はい、だからせめてやっぱり、マスターぐらいのレベルは、某メーカーの社長に言ってもないこと簡単に他人に言われて、こっちからやめた、某メーカーの社長に、ちょっと意味が分かんないです。はい、すみません。 TV は今年何戦ぐらい、どの辺から、あ、そうですね、TDS 池袋は観戦できますか。え、観戦できますよ。 TDS はこれね、時間枠があるみたいなんで、うまく時間枠だから何時か何時までが、1番から20番ボード、何時から何時までは1番、21番から40番モードとか、こうボード枠決めてこうぐるぐる回すみたいなんで、例えばね、タソ見たい、あ、タソはないんだね、あ、女はないんだ、見たい選手、応援したい選手のところの時間に合わせていけばいいと思います。はい、テスターでバレる、21は欲しいですね。平場専属のトリナードプレイヤー作る、21は最低ラインそうですね、そうです、そうです。同情するなら金遅れ、同情するなら金遅れね。A フラって溢れかえて、もう溢れかえってます。はい、だからプロはそうなんですね。クイズ、はい、今年もよろしくお願いします。クイズ次いきますか、もうそろそろね。 PDJ 決勝、横浜とパーフェクト、山形の日程が同じ、あ、多分 PDJ の決勝と横浜とパーフェクト、山形の日程、多分そんな意味でも21戦のチョイスなんで、多分 PDJ の決勝を多分選択するんじゃないですか、いける選手は。でその選手は山形には参加しないわけですよ。はい、そういう流れですよね。はい、レーティング23ぐらいからプロ名乗ってほしい。ちょっと23は相当うまいですよ、マジで。はい、 TDS は僕は多分いか、あ、多分じゃなくていかないです。はい、弱いプレーは嫌だね、トリプレーは欲しいと。小池沙織ってどうなったの結局。もうやめるんですか、もう今年は多分やんない。あ、今年はやんないですね。今年は、テスターもちょっと降りた感じ、うちがね。あ、はい、今年はちょっと、はい、小池沙織はちょっとそういうことです。
東京でダーツしてるのですが、本当はフェニックス使いたいのに全然置いてないです。TV さんどうに。いや、東京って今すごい勢いで、フェニックスが盛り上がってるみたいですよ。はい、それはまあ、あの永田修司から聞きましたけど、お前東京フェニックス少なすぎじゃねとか言ったら、福永さん何をおっしゃいます、今ですね東京でプチブーム来てるんですよって言ってましたけど、多分本当だと思います。っていうのがめちゃめちゃ件数が増えたみたいですよ。ですよね。なんかすごい今東京は盛り上がってるという話ですよ。はい、フェニックスが来てると、まあ結束会で怒って言ってましたんで嘘じゃないと思いますけど。 TV の付き人プレイヤー、付き人プレイヤーなんか知りません。ティト秋葉原、ティト秋葉原、あ、ティト秋葉原はフェニックスしかないです。アシスタント、アシスタントどうなってんですか。あの採用したの、まだ なんか今やり取りしてるの、やり取りして、今やり取りしてる最中です。いや、ちょっと場所が遠かったんで、ちょっとやっぱり、やっぱ撮影する場所が福岡なんで、機敏に来る人がいいんで、はい。TV は筋がやっていること撮っているから、TV が所属の社長ならまだ現役で投げてたの。TV は筋がやってる。そうなんですかね、筋通ってますか。まあ、筋通さないとかいうことってできにくくないですか。だって、こんだけ露出してるんですよ。筋通さないとか、こう、変なことやったら、俺怒られるでしょ。こんなニコ生でもボロカスやられるでしょ。うん、だからやっぱり言ったことはちゃんとやろうと思ってます。はい。はい。もう本当に言ったことはやるし、まあこんぐらいのことがこんぐらいになったりすることはあるけど、まあ人の取り方で、はい。言ったことはちゃんとやります。今年は J からビッグネーム誰か移籍したりしてきたりする、分かんないですけど、噂はありますよね。噂はいろいろ来ますけど、僕は全然最近教えてもくれないんで、ほら僕ほら口軽くはないんですけど、言わないんですけど、なんかその例えばフライングとかしたらなんかこうわーっと広がるのが早いらしいんで、あんまり最近永田も教えてくれないですよね。永田理事長も、はい。でもなんかその関東とかの試合も多いので、なんかすごいプレイヤーはあのテストはすごいいっぱい来てるって言ってましたね、はい。トリニダサッカーでいうレアルマドリード、ありがとうございます。そんな日経平均2万円行きます、行きます、もう行きますよ。日経平均はもう2万円を超えると思いますけど、はい、もうここまで来たら行くでしょうね。コンドルいいよねって最近も、あ、思ってくれました、ありがとうございます。台の設置ってやっぱり代理店の力、あ、もちろんそれもあります。永田さんはそろそろ結婚します。無理でしょうね、多分。婚活はすごいみたいですけどね、はい。関東フェニックス S4、 あ、そうなんですね。フェニトリプルの音が好き、あ、トリプルの音、あのバラバラの音ですね。 TV は日本ダーツ界の両親、本当ですかね。これあれでしょ、 TV は日本ダーツ界の両親やで、これ多分うちの営業部の吉本あたりやな、これな。吉本がステマ、もしくは、はい、まあ自作自演ってやつですよね。目玉商品、すいません、目玉商品がもうぶっちゃけ言いますね、目玉商品作ってたんですよ。すごい作ってたんですけど、やっぱね、いいものはできないですよね。例えばこのあのもう言っていいよね、軽量ダーツボードって作ってたんですよ。すごい軽量のダーツボード、はい、あの軽い、重さが、300グラムぐらいのやつで、軽量で音が出ないすごいダーツボード作ってたんですよね。建設用資材で作ってたんですけど、なんかね、持たないんですよね。いろいろなことやったんですけど、めちゃくちゃお金かけて作って開発してたんですけど、持たないんですよ、できないんですよね。だからもう穴が開いて、最初のうちは戻ってたけど、安くて建築用資材で作ってたんですけど、
2000円ぐらいで出そうとしてたんですけど、できなかったですね。よかったんですけどね、これ本当、本当にできなかったですね。結構ね、最初のうちは出そうって一生懸命やってたんですけど、もちろんソフトにもハードにもきちんと刺さって、ところがね、こう2ヶ月ぐらいでもう1ヶ月半ぐらいで刺さんなくなるんですよね。まあ値段も2000円ぐらいだけどいいのかなと思ったんですけど、まあ売れねえだろうな。やるんならやっぱほら、あのダーツライブさんぐらいのものをにと比べるとインパクトはちっちゃいのかなと思って、まあ両面テープで貼れるぐらいの重さだったんで、でそれ頓挫しました。やっぱこれ以上開発、いろんなそのコンドルティップあるじゃないですか、コンドルティップとかコンドルの素材はいろんな素材をこう複合させて作ったんですけど、コンドルティップとかこんなちっちゃいもんだからこうブレンドもさせやすいんですけど、だから研究も開発もそんなにかかんないですよね。このブレンド、この素材とこの素材を混ぜてこうやってって作ってたんですけど、コンドルもそうですよ。この素材とこう混ぜてこうしてこういう素材で作ったって言って何回もテストするんですけど、ところがね、物が大きいんで、その1回混ぜる量も大きいんで、開発費がめちゃくちゃかかってて、もう全然できないですよね。それ以上最高なのがやっぱり1ヶ月持つか持たないかぐらいの3000円の軽量ボードで、それ2年ぐらいやってたんですけど、もう諦めました。はい、株の亡者、株の亡者、最近ねちょっともう株はもうちょっと TV の経営戦略が脱帽、これもうちのこれあれですね、ステレスマーケティングじゃなくて、これは多分褒め殺しですね。多分株を教えて、なんで自営業しようと思ったの。自営業もともと雇われるタイプじゃないですからね。もう23の時に独立して今に至るですからね。はい、今来たんだけどクイズもうやりました。1問終わったとこです。軽い TV でお会いして本当に優しく、会場ではそうなんです。 TV 借金は、あ、借金は怖いっちゃ怖いですね。もう結構すごい借金になってますからね。恐ろしい額ですからね。はい、恐ろしい。最近ちょっとありがたいのが、昔は自分会社の借金を個人保証してたんですよ。個人保証、個人で福永雅一が借金の、会社の借金の保証人になったんですけど、最近ですねゼロ金利でやっぱ銀行も大変なんでしょうね。個人保証を外してくれるようになりました。だから僕は保証人じゃないですよ、会社の。だから仮に会社が潰れたら、僕は借金背負わなくていいんですよね。はい、なんで、はいはい、キャッシュ集めるだけ集めてとんずらしようかなとか考えたことありますけどねそれは冗談ですけど、はい、だから借金は、まあ、会社には借金もめちゃくちゃありますけど、その借金を僕保証してないですよ。今保証人誰もいないですよ、会社の保証人っていうのは。無保証で、無保証無担保で借りてますんで、結構楽です、そこは。はい、頭を下げて回ることもなくなったんで。音がめっちゃ派手な、もう出さないの、もう出さないの、何を出さないの、ないですか。なんかすみません、どんどん音がめっちゃ派手な大会に出たい。音がめっちゃ派手、音めっちゃ派手にしたら選手が困りますよね。どっかみたいな、もう出さないの、何を、なんだろう。あ、ボード、あ、ボード、すみません、ボードの話ね。ボードはちょっと、もうちょっと考えます。またもうちょっと開発はしますけど、今開発止めてます。もうあんまりにも開発費の負担が大きいんで、要するにもういろんな素材を持ってくるんですよ。布にしたりとかで、もうこんなボードだから、それをもう持ってきてこうブレンドしたりする費用もかかるし、もう結構お金かけたんで、すごいお金かかったんで、ちょっと今ちょっと考え中です。はい、で、あと、あ、粘土みたいな素材、粘土も試しました。粘土もボードで、粘土は重くなるんですよ。
それと粘土はやっぱり抜くと塞がらないんで、やっぱ落ちるんですよ、ポトポト。やりましたね。しーちゃんのフライト買いました。ありがとう。それ欲しい、それ欲しい。キクラゲ化しないコンドル開発。もう今のコンドルってキクラゲ化しなかったら、もうどんだけ持ちます？ 1 年持ちますよ、多分。それ大変なことになりますよ、それ。全く売れなくなりますよ。1回使ったらもうほぼ半永久フライトになるじゃないですか。そうなんですね。でもなんか、キクラゲになったコンドルをお湯の中につけると戻るとかいう話もありましたけどね。あ、言った。めんどくさいですね。すみません。それ欲しい。そうなんですよ。ノブさんは辞めたっていうか、まあ、そうなんですよね。残念です、僕も。本当に。もう人間もいいんでね。はい。頑張ってほしかったんですけど。まあ、でも、ノブさんも次のステップ、山田信弘は次のステップに行くと思うので。はい。コンドル、あ、前にもお願いしたけど、コンドルティップのロング作ってみてくださいよ。コンドルティップのロングです。結構、チャレンジしては見たことあるんですけど、あ、垂れるんですよ。よっぽどいい素材じゃないと。こう垂れるんです、こう。刺さるでしょ、ボードから。垂れて、ちょっとね、ちょっと難しいんです。はい。ただ、ちょっと、開発は、そこは、ちょっと考えてみますけど、ちょっと垂れるのでね、売れないのかな。それとやっぱり耐久性も弱いんですよ、長いのは。はい。数ヶ月でダメになっても、その分安いのは。そうですよね。ライブダーツフェニックスでも立ち上げて世界統一します。ライブダーツフェニックス、ライブダーツフェニックス。フェリックス亡くなったら悲しいので無理しない。フェリックス亡くなったら、あ、亡くなったら、あ、しまえたらってことですね。まあ、大丈夫です。はい、クイズ、はいよ。雇われるなら雇いたい。近畿キッズの歌にあるそう。雇われるより雇いたい。いや、そう、雇いたくはないですよ。雇いたくはないですよ。やっぱ雇うのは今もすごい大変なんで、はい、雇うのはすごい大変なんですけど、要するに、その雇ってくれる、雇ってくれる人が多分いないと思うんですよ、俺みたいな。社長が嫌だと思うんですよ、俺みたいな雇うと。椿辞めるんです。椿は、1月いっぱい、はい、クイズ早かも。久子ちゃんには苦労かけるような。苦労かけるなよ。あ、分かりました。はい。内山負けましたね。内山選手、僕はちょっとあの試合は内山選手らしくなかったですね。やっぱ怖かったのは分かるんですけど、やっぱパンチ打ってなかったですもんね。右ストレートをもう強く、だから怖かったんですよね。やっぱあの内山選手のバーンって右ストレート出してなかったですもんね。この左フックばっかりだったんですよね。やっぱあそこワン、ツー、スリー、フォーって言ってほしかったですね。あれは悔しかったです、内山選手。ずっと見てましたけど、やっぱちょっと怖かったですね。このあの誰だっけ、カルロスじゃない、ロペスじゃない、コラレスのこの引き気味のボクシングスタイル、怖かったですね。クイズ、はい、あ、クイズじゃあ行きますか。まだちょっと、あ、6分前、もう6分前だ、もう延長して、もう無理やん。起業したもん勝ちってこと。起業したもん勝ちじゃないですね。起業はやっぱ厳しいですよ。厳しいです。起業は厳しいです。はい。本当に厳しいです。よっぽど頑張んないと。ダーツボードを投げる大会があって、ダーツにボードを投げる、あ、逆にボードを投げるんですね、こうやって。あ、いいかもしれないですね。専業でトレーダーがダーツプロになったの。専業トレーダーが、トレーダーもきついと思いますけどね。トレーダーね、アフィリエーターでダーツプレーになるのに、あ、頑張ってください。クイズの時間そろそろやばいんです。ノブさん、まあまあちょっとなんか条件的に、やっぱり今実際ですね、やっぱりバレルメーカーも多いので、選手も多くなってるし、
売るっていうことに関してやっぱりよっぽどこう活躍しないと売れないっていうのもあるんですよね。うん、ダーツの話しよう。ダーツの話しましょうね。ダーツの話延長しました。良か強かった。そういえばダーツボード系時計、ダーツボード型時計は、あ、ダーツボード型時計どうするのこれ。うん、あ、それ商品化に、これは商品化じゃないと思います。これはですね、多分グッズの出店、トーナメント用のくじ商品になる可能性があるそうです。ちょっと分かんないです、まだどうなるか。でもこれは頼んでるみたいですよ。はい、ロレックスからダーツ賞高級で、いやいや、ロレックスは勘弁してください。これ欲しい、それ、これいいんですね。トリニダードマーク、ありがとうございます。最近でもね、トリニダードマークって最初出だしの頃はなんじゃこれみたいな、フクロウかみたいな。トリニダードアップしてくれる、トリニダード、トリニダードアップして、トリニダードのロゴ、それ買いたい人、あ、買いたい人くじある、そうなんです。あ、よく分かった。プエ、トリニダードのこの、これ実はですね、これプエルトリコの国旗を縦にして、でちょっと俺の顔に似せたみたいな、トリニダードプエルトリコの国旗出して、前あったよね、前出したよね、限定で。彼女がカブトムシって言ったら失礼な。そうです、そうです。トリニダードのロゴにはそうです、隠された秘密がいっぱいあります。ロックストック売れてる、あ、ロックストック売れてます。ロックストックはかなり、おかげさまでありがとうございます。ロックストックかっこいいって売れてます。プエルトリコの子、これを縦にして、縦にして、なんで、できない、そうそうそう、プエルトリコではダーツが国旗、いや、プエルトリコはダーツが国旗、プエルトリコはただにフェリックストリニダードプエルトリコ、なるほどなんですね。実はそうなんです。別にプエルトリコ意味はないですけど、ただ単になんかね、いろいろ結構深いっていうか、深くはないですけど、浅いですけど、これごめん、ハイボール、あ、クイズ早う、もうそろそろクイズ早う、クイズ早う集団、あ、じゃあですね、そうそう、あ、そうそうそう、これ縦にしたらでしょ、でこれで俺がここにこう、ほら、俺のこう、俺がハンチングかぶって目をつけたね、面白いでしょプエルトリコのクオーターじゃないですけど、あ、ミゲルコットかっこいいですよね。ミゲルコットですね、すごいですね、ミゲルコットもね。でもミゲルコットは僕は、うん、スタッフさん合成配慮、合成できないでしょ多分。クイズ配慮集団、商標登録はね、できないです。トリニダードはできないです。あのトリニダードトバコって国があるじゃないですか、あれの国が被ってるんで商標登録はできないですよ。はい、残念ながら。相変わらずクイズからが長い。あ、クイズからね、クイズでパターンになってますね。クイズから TB ってのはティトボスですね。ティトボス、 TB、 ティトボス。最近ですね、ニコ生ちょっと見にくいっていう人多いんですけど、最近本当にニコ生自体が調子悪いみたいですよ。コットもハゲ、コットもハゲですよね。ミゲルコット強いですけどね。トリニダード止めてばトバコ、そうですね、ティトボス、ありがとうございます。ということでですね、僕今年ですね、ダーツ実は初投げなんです。初投げ、あ、初投げ、本当初投げなんですよ。で、初投げなのでこの今日のこのこれですね、これからのクイズはシャッフル、このバレル投げやすいんですよ。これですね、本当にこのくぼみにポンと手を持ってきたら、あ、もうここしか握れないっていうのが分かるんで、すごい分かりやすいんですよね。会う人にはめちゃ合う。でこれ投げやすいんで、このシャッフルが
だから浜田織江もなんかシャッフルとレーザーが足して2で割ったような、これもうめちゃめちゃシャッフルとレーザーが足して2で割ったようなちょっとエロいダーツになって仕上がってます。はい、全く今日はね投げてないですよ。なんでかって言ったら今日のために初投げを、まあまあもちろん正月ちょっとか風もひいたし、風もひいてたし、年末風邪うつされてで投げてない、投げれないし、はい、で全く投げてない中で、まあそれ最初に言っときますね。でもやっぱダーツはやっぱあれで投げたいな、これでこの6機で、まだ6機使ってます。で6機初投げなのでちょっとこれ練習なしでいく、練習なしの初投げ、今年本当に初投げ、練習投げの初なしの初投げカウントアップでいい。風邪をひいたら布団で上、あ、そうなんですよ、風邪ひいたら一番治すのはもう絶対動かないで天井ずーっと見てるんです。そしたら治りますよ、風邪めっちゃもう動かないで、絶対動かないでガーッとしてたら、ガーッとしてた。キツネやめた、キツネやめました。で今年はキツネやめるのも目標で、ってことで初投げカウントアップで一番近い人で3となし、僕もちょっと海のもんでも山のもんでも分かんないん でプレゼントはトリニダードシャッフルの、まあ、さっきも話しましたがプロト、これ短いんですよ、シャッフルので、後ろがちょっと長くなってるんですよ。今のシャッフルとはこれですよね。ちょこっちアップして、あ、それ見せんでいいよ、それ見せたって分からんけど、ちょっとうん下、今のシャッフルがフライトがついてるので、で、サンプルで、サンプルプロトで、これちょっと僕ダメ出ししたんですよ。これダメ出しして、右のフライト付きのシャッフルになったんですけど、はい、すごい投げやすいバレル。だから長さも違うし重心も違います。 TV タヌキグリップ、そうそうタヌキグリップになりました、タヌキタヌキ。ということで3ラウンドまで見せてくれん感じ、あ、もう3ラウンド見せません。でもうじゃあ受付スタートで投げるとき分かんないです、僕もで練習しないで投げます、ノースローで送りました。じゃあ送ってください。まあ多分まあいつもの感じで落ち着くじゃないですか。そろそろ締め切る、もうたっぷりきた、初投げです、初投げ。締め切って、じゃあ初投げいきます。今年はいい年にしたいな。あー、ブル入れたかった、1本目ダメだな、初投げカウントアップ。なんか腕は軽いね、投げてない。あれ。チキショ。初投げダンスさしてんよ、ジョンさん。どうした？
ットシャーシャーハツハットシャー流れてよ。なんで気をつけるでよ。終わってきた。ああ、なんでやなんか。ああ、ハット出て次がワンブレやけどな。そしてノーブル、ハットからのワンブルノーブル、最悪じゃんこれ。なんか汗出てきた、イライラして。頑張れ。ああ右サイド、またノーブルやん。ラスト600が行く絶対。あれ、くそくそが新種発売、今年も最悪な年の幕開けです。ということで正解は終了のお知らせ。正解はシャッフルのプロトプラス素人並みだな、すみません576点。チキショー。そしてまたもう一問クイズを出すとか全然入らんな。幸先払い強化全然だけ。何日ぶりよ今日。でもそこちゃんと、ね、読まないとダメよ。読まないとだって 何日ぶり何日ぶりかな。最後投げたのが去年の12月20。あ違う、あそうよね。あれ光吉さんのとこ行ったのいつやっけ。最後の放送がで、あの後コウキさんとこ行ったよね。だからそれ以来1週間ぶりか。これはもう一問欲しいな。もう一問なんかする。これはい、じゃあこれ、あ正解誰、そうだ1週間言い訳 TV、 すみません言い訳しました。1週間前、そうそう1週間前やな、ちょうど28か。あの後コウキさんの629でも多いのかよ。いや絶対でもこれもうすぐ、あこれ正解ですよ。ちょっと練習した。え誰、え正解者、お前らできて、お前らやらせやろお前ら。えちょっと待って、578これぴったり、あ2点違い、すげえ。サトピョン、サトピョンすげえ。あサトピョン今度いつ来てもらう、サトピョンちょっと連絡して。サトピョン、あすごいねサトピョン、今年もサトピョンすげえすげえ。580の人ざま、580で当たった、あ580の人もいたの。580誰、言わんがいいね。いすごい、壁にめり込んどる、おったね壁にめり込んどるさん、残念でした壁にめり込んどるさん。すげえサトピョン、サトピョンやっぱすげえ。この男なんかもっとね、サトピョン一回、サトピョンちょっと今度サトピョン呼びますんで、サトピョンちょっとよろしくね今度。いやサトピョンは多分俺思うけど、
大体サトピョンの人物像が大体分かってきた。多分超負けず嫌いの超負けず嫌いの体育会系ネットオタク、超負けず嫌いで体育会系でネットオタクで分析男。多分ね、このクイズとかを今までこう傾向を見るともう多分抜け目ないと思う。多分2年連続決定かもしれない。庭の人焦ってんじゃないよ。まだ庭の人は多分庭の人の人物像は、体育会系ネットオタク劇場型。ちょっと劇場してしまうみたいな。ちょっとムキになるみたいな。パチンコで、もう打ち込んで、人に辞めた後に人からかけられてられるのが嫌で、その台でずっと粘るタイプ。7万突っ込んで3万返ってきて、なんだかなって言って多分帰っていくタイプでしょ。でしょ。俺鋭い分析、庭の人。サトピョは浅田、パーフェクト 1VSTV なんか庭の人はちょっとどうなのよ。で、ハマロドはどうなの、今日来てた、はい、ハマロドもいいよね。そりゃそうよね、今年初投げやからね。583点。ハマロド残念。ハマロドもうすぐ赤文字で来るよ。笑顔でサトピョンディスるって、いや、ディスってないですよ。なんかそんな感じするんだけどね、と思って。サトピョン、じゃあサトピョンちょっと、はい、ね、ぜひ、ちょっと来て。ハマロドは子作り中。ハマロドの復活に期待する。サトピョンクイズレーティング28。まあ28あるよね。すごいもん。今日はね、帽子も買う、パブランズに初日の出ということでずっと。ノーキャップでハマロド538だ。さあ、ということで、あ、じゃあ最後にちょっとダーツショップ T と実店舗にてもう一個クイズする。もうない、ある、あ、ある、もう一個クイズしよっか。新年やし、今日俺4つするって言ってたんだよ。俺勘違いしてた。バークレーとシャッフルと福袋2つと思ってて、4つと思ってて。何それ、あ、それいいじゃん。何それ、それ何、その何それ、何それ、え、それ何、何それ、非売品、あ、これなんかかわいいね。ダメ、これ行く、なんかもういろんなもん、あ、俺さ、ホンダから、俺の親戚ホンダ勤めとる人おって、なんかホンダの初売りのなんか福袋のなんかもらったんよ。なんかめっちゃいいのがあったけど、それ持ってこうか今度。もう最近クイズ経費かき集めるの必死やけど、これいます、これ、これジーマカップ北九州、かわいいよねこれ。いや、何でもいいから欲しい。サトピョンすごいな。これどうする、これする、じゃあ何する、何、もう一回カウントアップした、もう一回カウントアップさせて、ちょっと今回練習させて、もうちょっと今度はカウントアップいくよ俺は。ちょっと練習させて、いい、でこれクイズ、これなんかもう俺がやりたい件1個作ったみたいなね、この流れ。明日福袋からノートしよう。ああ、ぜひぜひよろしくお願いします。これに何か、あれ、校長先生のもう送った、あと1枚あると、まあいいな、これ、これかわいいよね、これ非売品よね、これジーマ
かわいいよね、これ。これ送料もらってなかったんだね、俺知らんかった。あんまりクイズしたらいかんね。あら、ちょっと最後、もう一回ちょっと。もう泣きの、俺の、ちょっともう一回ちょっと、ちょっと今度練習させて。ちょっと、なんか間つないとってよ。あれで。CM で間つないとって、ちょっと。いや、あれして、あれ説明して。あ、じゃあこれ、ちょっと練習させて。あ、でもなんか、いや、ちょっと待って。なんかここは、これ説明するの忘れとったね。あ、夏みかんフェス。1月22日。これ、いや、ちょっとこれ説明。夏みかん。山口県の皆様、夏みかんフェス。あ、夏みかんフェス。山口県の皆様じゃなくて、広島の人もいいし、山口の人もいいし。ね、よろしく。北海道ダーツフェスティバル。1月22日。で、フェニックスカープビギニングイン久留米1月22日そしてジーニアさんとキッズハウス、あ、小倉ですね、毎日西武会館5階特設会場な、これいいみたいですね、これバレル開会、12月15日から1月31日まで期間中ダーツバレルをご購入されると2月3月限定で使える対象バレル 20% 割引券プレゼント、なんかあのネットオンラインネットショップもなんか、12月から31日まで買った人に関してなんか会員特典でメール送ってるらしいです。で会員の方にメール送ってますんで、会員の方がネットティトのネットショップで購入されると 20% オフするそうです。新忘年会プランコース7品プラス飲み放題、2時間制4名様3000円から飲み放題、コース7品飲み放題いいっすよね、3000円でコース7品あって飲み放題。なんでここで俺は CM してんの、カウントアップのこれクイズじゃなかった、クイズからが長い、それに合わせたカレンダーをよろしくお願いします。カレンダーこれです。なんか写真もうちょっとさ、これもうちょっとなんかこうねえ綺麗に撮ってほしかったな。ねえアイバーンさっき買った、これいいと思います。アイバーンですね。これアイバーン。あ、アイバーンにしてみようかな。今度。アイバーン。これすげえ投げやすいです。ちょっとアイバーンでちょっと。おっと、上金が変わってきたぞ。あ、もう送った？あ、送ったよね。やっぱ、あ、もう送ってる？あ、もう来てる。明日ダメやね。アイバーンでふざけんなってなるよね。お前ふざけんな。ちょっと練習させて。あ、なんか分かってきた。もうさっきハゲダンスしたもんね。よし、じゃあ行きます。ジーマカップのさっき580点、70、576ね。はい、行きます。締め切りですか。締め切りました。待て、全然わからん。これは大変なことになるよ。これまた大ブーイングやろね。なんで？あれ？じゃ戻していい？もう一回やり直していい？最悪これ。もういや2回ノーブルしたよ。しかも12点や。
もうこれ嫌になってきた。もう一回やり直して。何が悪いんだよ。なんかもうやめたくなってきた。今年はひどいな。なんで？あ、分かった。やっと分かった。もうこれからバンバン行きます。あ、分かった。あなた方もうちっちゃいことだよね。だって本当。これでもう分かる。ちょっとダンスしたかったな今。あれ。ちょっと分かったじゃん。もう最後。引きしよう。やっぱこんなもんす。分かったけどね、ちょっと分かったけどね、ちょっと分かりましたけど、すいませんでした。最後ハッとしたかったですけど、ちょっと分かった。明日から練習。あ、そう、これパートナー誰です、これパートナー。あ、相良俊介行こっか。え、もうトリニダードプレイヤーと組んでないよね、まだ一回も。よし、もうトリニダードプレイヤー相良俊介から始まりの最後、やっぱ山田裕貴、西哲平で優勝して感動のフィナーレみたいな。せっこき662。すいません、これ送らせてもらいます。中村俊介でもいいと思う。中村俊介、中村俊介って誰だ。中村俊介誰だ。卑怯だぞハゲ。卑怯っすか俺。いや、バレラ合ってないんじゃないです。期待を裏切らんっていう。最後ちょっと分かってきたんですけどね、最後なんかちょっと分かってきました。あ、手首の返し、まあ、なかなかダーツ難しいです。もう俺みたいにもうグリップイップスみたいなのになってる人間はちょっと結構投げ続ければ1000点とか行くんですけど、グリップイップスになってるけど、ちょっと1週間ぶりだからですね、ちょっときつかった。おいはぎ、涙のコメントは面白かった。涙のコメントって何だろう。涙のコメント、なかった。サッカー日本代表、イップスグリッパーって言って、そうです、イップスグリッパーです。中村氏。あ、中村俊介でもいいと。いや、サッカー代表中村俊介。あ、そういうことね。え、何？点数近いの？早い方よ。同じ点数だったら。ということで、送料ちょっと一番安いので送ってない？あ？一番安いの送れよ、お前。これもうちっちゃくこう丸めて、もうこんな
なもう雑巾みたいに丸めてちっちゃくして、あのあれで送って、文書で。はい、正解者タカタカ。あ、この人初めて。え、タカタカさんおめでとうございます。レターバッカー、レターパックライトで送って、これ。あ、660点の人は誰？ハーレーさん。ハーレーさんよりタカタカさんが4点差で、タカタカさんの方が早かったんで、あ、2点差。あ、同じ2点差違いで、早い方に決定させてもらいました。タカタカさんおめでとうございます。ということで、今日も長々とダラダラとクイズはよと言われながら、そしてなおかつクイズはよと言われながら続けてきました TBTV。 今年もよろしくお願いします。次回の TBTV は1月11日から21時からです。はい、新年だし延長、もう延長です。もう延長です。あの正月前に買ったかまぼこがですね、今日で賞味期限が切れるんで、どうしてもかまぼこが食べたいんで、かまぼこ食いに家に帰ります。かまぼこと、あと鶏の燻製があるんですよ。それが賞味期限が明日で切れるんですよ。今日ちょっとそれ食べようかな。今来た、お疲れ様でした。君さん、面白い、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとね、ちょっと今年ダーツ頑張りますんで、もう当然今年はね頑張りますんで、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、今年もですね TBTV、まあ、くだらない番組ですけど、だらだらと、続けていきます。次回はもうゲストを呼ぶよね。次回ゲストを用意してますので、はい、お楽しみにしてください。ということで、ほぼ年末から今日にかけて、ほぼ、やりたいこと言いたいことは言い尽くしましたんで、はい、今年も皆さん素晴らしい年になるように放送頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。クイズ頑張ってください。クイズレーティング、クイズレーティング上げてる TBTV 録画バージョンは TBTV、 あ、TVTV TR って何の会場に会いに、あ、ぜひ来てください。声かけてくださいね。はい、かまぼこ当たる、あ、そうらしいですよね。だけどかまぼこ当たると大変らしいです。それ知ってます。今年もよろしくお願いします。はい、くだらない番組ですが、ちょっと今年はねダーツ頑張りますんでね、楽しみにしてください。ということで、さよなら。